武井球の記録は14メートル21。続いての跳躍は町田君、山形中央。3回目までの記録は15メートル8。この種目で大会4連覇と9回目の頂点を目指す東橋の勢いは、これに挑むランキング2位の東洋は3組、東洋東大の南関東管区の東京高校は4組、近畿ブロック2位の西村は8組、東海ブロックを制した昨年2位の志摩機関は5組、ランキング5位の市船橋は7組、京都の最高は2組、千葉の成田は1組、商品の組に続々なる違いがおります。明日の準決勝出場枠は24、まずは着実に予選を勝ち進みたいところです。女子1600メートルリレーの予選はこの後は15時45分からスタートです。
そして4点目の跳躍は、この後棒高跳びはバーの高さが3m85に上がります。これに挑戦しますのは山地さん、観音寺第一、水上さん、岡崎造成、田中さん、観音寺第一の3人です。三段跳び主人公の跳躍は泉谷君、嘘、これまでの記録は 15m16。女子 1600m リレー予選第1組、8チームの出場です。
最高翔平スクリーンは女子の 600m で予選第1組結果確定です。女子70競技3回目の試合になります。ここまで4名4分の1の続いては川西君、大阪桐蔭、これまでの記録は15m11。
女子 1600m リレー予選第2組、8チームの出場です。女子3連覇、続いての競技は、泉谷選手です。